と動きますか。開局するよって。開局します。なんですか。移動開局、郡山までランデブー、桃色サロン号について来れますか。出発します。どうぞ。荒野にも桜井の号令でデコトラ発進。4台フルパワー、合計1万5000ワットの輝きが今ゆっくりと動き出しました。かっこいいぞこれ。桜井、一体何をにやけてるんだ。隣を走る車を見下ろして、なるほど、この眺めウキウキするのは納得。すると、ウキウキは桜井だけだった。一緒に走ってくれた3台はここから別の方向へ。1万5000ワットのランデブー、残念ながらこれにて終了。なりました。しばしランデブー、気をつけて行ってみてください。ダブラブ了解、失礼します。そして桃色サロン号、再び会津若松まで北へ北へと一人旅。激しく降り出した雪の中を進む。がインターチェンジに到着したところでトラブル発生。先は進めないな。マジっすか、マジっすか、つうかすげえなこの雪。え、じゃあ今日会津行かないですか。ここで泊まり。あら、行けないですか。ちょっと遅延も持ってないし無理。あ、そっか、ね、派手な飾りのせいでチェーンを巻けないデコトラは雪の市街地は走れないと斉藤さん。会津の町を目前にヒッチハイク突然の終了。しかし斉藤さんがいなければここまで来ることすらできなかった。桜井、感謝の気持ちを込めて記念写真。斉藤さんも気をつけて。ありがとうございました。バイバーイ。いやー、いい人だったな。